ある日、私がサービス残業を終えて、深夜に自分のアパートへと帰ると、ズンダモンがいた。ズンダモンは心なしか、疲れたような、悲しんでいるような、泣きそうな顔をしていた。のだ、なのだ。ズンダモンは言葉を喋れなくなっていた。どうしたの、何があったの。私が事情を聞いても、無駄としか言わない。 それから私とズンダモンの同居生活が始まった。私は会社を辞め、ズンダモンとなるべく多くの時間を過ごすようにした。とはいえ、特別なことをするわけではない。一緒にご飯を食べたり、だらだら寝そべったり、好きな動画を見たり、音楽を聴いたり、もだ、と、合図地しか打たないズンダモンに、どうでもいい話をしたり、そんなことをして過ごした。 時間が経つにつれ、はじめは暗かったズンダモンにも、次第に笑顔が戻ってきた。食欲も出てきて、たくさんご飯を食べるようになった。よかった、私の知っている、いつものズンダモンだ。そう思った矢先、ズンダモンは消えてしまった。現れた時と同じように、突然、何も言わずに、私は少し寂しい気持ちになった。でも、 悲しいわけじゃなかった。元気になったズンダモンなら、きっと大丈夫。あの笑顔なら、きっと大丈夫。そんな風に思えた。あれから10年。最近なぜか、ズンダモンのいた頃のことを思い出す。そして、根拠のない考えが浮かんでくる。ズンダモンは本当に、この部屋に存在したのだろうか。私は同じ時間を過ごしたのだろうか。もしかしたら、 疲れていたのは私の方で。あの喋れないずんだもんは、私の心が生んだ、幻だったのではないか。真実はわからない。